見てみて、しっかり。近い距離、ガードガード。20秒。はい、終了。カットしてデコがね、あそっか。デコとデコ、はい、ちょっとちょっと、あ、どうなったか分かんないですよ。ただ出付きが違かった。そう、一回頭がガッ、いや、ごめんなさいごめんなさい、ガッツンいって、あ、ちょっと、あ、危ないかもしれないですね。あ、もうお任せします。僕そのよそにね、ちょっと、一旦ストップで、はい、すいません、まんま開けました。いや、ちょっと、困るんで。あ、わかりました。いや、ごめんなさい、ちょっと、ごめんなさい。じゃあ、当たったなと思って。頭、ここやろう。どうも、ありがとうございます。いや、これはね、はい、まあ、しょうがないことですから、あり得ることだから、うん、その時。まあ、やっぱり、結構いっとんの。そうですね。あ、じゃあ、モザイク。モザイクかけないと、やばいっすね。やばい、いや。じゃあ、とりあえずまた。はい。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、本当は、堀さん、ボス、ギブのボス、やっぱなんかこう戦ってて、なんかもう僕のちょっと口悪いかもしれないですけど、はい、言ってしまえばね、おじさん、はい、だけど、なんかもうすごいこう、もうヤンキーというより男としての根性みたいな気合がすごくて、あ、もう本当になんか喧嘩してるなっていう、殴り合いだな、格闘技とかじゃなくて本当にこう、殴り合い、がむしゃらな根性勝負みたいな感じの時に、でも僕、多分まともに入ったやつ多分あるんですよ。だけど、そんな効いてないかなって思いながらも、でも僕もやっぱり何発もらうとダメージがどんどん溜まってくるんで、あと次もらったら効き始めると思って頑張ってます。じゃあちょっとバーンバッティングして、でもその気にせずお互いも楽しくなってやってて、でもやっぱちょっとあれですね、本当もう僕の体の弱さが出ましたね。もう本当ありがとうございます。今日は本当ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はお疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、もう初岐阜上陸ということで、久しぶりに今日喧嘩ファイトさせていただきまして、まあそれもね、このカイドウ TV のカイドウさんからあのお誘いをいただいて、なんとかね、楽しい、まあ、結果としてはまあ僕がちょっと情けなかったんですけど、まあでも楽しく殴り合えたんじゃないかなって僕は思いました。あ、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、やっぱりちょっと僕毎回気になることがあって、あの戦った人に対してあの僕のことをどう最初思って、で戦った時 にどう思いながら戦って、戦いが終わった後はどんな感じだったか、その感想を聞きたくて。戦う前はどんな戦う前は、はい、もう今まで何
何回かプレゼントを見せてもらって、はいはい、あもうこの子は殴り合いの選手やな、もうどつき合いやなって、はい、で一発もらうと危ないなっていうイメージ、はい、最初、はい、戦ってる最中はどうでした？もうめちゃくちゃ楽しい、楽しかった、想像通りって感じで、あ俺も技術とかないもんで、その打ち合ってくれれば、はい、なんかね、俺も勝てるかなっていうのはあるので、はい、打ち合いならで気持ちよく打ち合ってくれて、めちゃくちゃ楽しかった、やっとる時に、いやもうありがとうございます、ありがとうございます。さすがって感じ。いやいやもう本当、僕も岐阜のボスなんで、もう本当に楽しかった。楽しかった。ありがとうございます。ボスボス。本当にもうね、誰もが慕うボスなんでね、もう本当にそんなすごい方とね、殴り合えることだってそうそうないんで、まあ、してはもうこの年になってもう殴り合いってなかなかできないと思うんで、本当にもう僕はもう楽しいでいっぱいです、ね。楽しかった。安心しました。やられる心配も もちろんありますし、緊張感もあったんですけど。じゃあそんな感じで、逆にじゃあ次はあやむくん。あやむくんはどうでした？まあそうですね。最初まあ断る理由はないんで僕に。対であろうが、もう対戦相手に逆に戦ってくれてありがとうございます、うん、なんで僕と。それはもう感謝してるんで。いやいや、もちろんありがとうございます。戦ってて どんなあれだった？なんか始まってさ、やっぱいざ始まったら蹴られたら蹴っちゃうっすね。とりあえずね、やっぱ蹴られちゃったら蹴っちゃうっすね。いい蹴りをもらったもんね。だからまあその辺っすよね、やっぱちゃんと。でも最近になってまた喧嘩スタイル戻ってきたんで、ああよかった、はい、マジで本当今回もいい収穫になったんで、よかったっす。本当にここなんか戦ってもらってありがとうございます。ありがとうございます。あやむくんの印象、戦う前の印象とかって、戦う前の印象は、はい、バチバチに来るんかなと思って、はい、意外に見るっていう、はい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 、なので、あ練習でちゃんとしとるかなんやなって思って、はい、じゃあいざこう戦った時はどんな感じでしたか？いざ戦った時は、あ予想外やどうしようって、そんな感じだったっすね。楽しかったですか？めちゃめちゃ楽しかったです。ああ、よかったです。でもね、また、はい、試合に出たいっていう感情がこの年になって、また火がついた。11年ぶりやでね。ああ、いいよ、すごいですね。いや、びっくりした。11年ぶりそんなのに俺と戦ってます。いや、でも本当にカイドウさんはどうでした？今回のこの僕らの試合を2試合見て、間近で見てたじゃないですか、はい、なんかこうやっぱ見るとやりたくなるじゃないですか。どんな感情を持ちながら見てました？正直あの堀さん、はい、本当に岐阜でナンバーワンです、はい、でそのナンバーワンの方、その当時両やってた、今はもうサッカーのコーチやってたり、はい、もう自分の子供のためにだけに生きておられる方ですけど、はい、昔の名残、戦うっていう姿を、はい、正直こんな近くで、はい、見れたのは正直初めてなんで。ああ、そうなんです。ただ、はい、やっぱりどこかでモスが、はい、もしかしたらやられるかもしれない、はい、そのトロさんがやられるかもしれんっていう、はい、まあ、そういう恐怖心は正直ありました、はい、見てもらわんとやっぱ分かんないんで、でこの、まあ、動画に関してはね、そのカイドウ TV のカイドウさんとこの方にも上がるんで、まあ、ぜひねちょっと2つとも見てほしいかなって思います。もうカイドさんは初動画で初コラボの相手がブレイキングダウンの日健くんっていう、いやあと山岡くん、いや本当になんか僕で大丈夫かなって不安はあるんですけど、でも今日その YouTube に対しての気合の入り方が尋常じゃなくてびっくりしたんで、僕 iPhone なんですよ、だけどもう機材からなんかセッティングからめちゃめちゃ金かけとるなって逆になんか余計に緊張しちゃいました、ね。ああね、まあそんな感じで、本当ね、まあこれから打ち上げということで、トールさんの店の橋本さんで打ち上げをして終わろうかなと思います。一ついいですか？はい。全国の皆さん岐阜の堀正直さんと山口トールさん、そして溝口街道、よく覚えておいてください。はい、もうぜひちょっと皆さん、次回ありますね、次回ちゃんと僕の戦うところを見せますんで、
いや、見たいですね。本当に強いよ。いや、本当に強い。いや、それはもう想像が。逆に日経チャンネル見てる人たちが湧いてもらったら、もう誰かやりたいってなるかもしれない、ね。いや、僕の視聴者は、質いいんで。やりたいってやつは。そのやりたいとか、ね。日経やらせるよね。DM とかに来ない。じゃあ、健全なチャンネルなんで。はい。どっかでこういうまた、機会があれば、ぜひまた、僕らは行きたいと思うので。よろしくお願いします。お願いします。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれから打ち上げ楽しんでくださいね。また飲むぜ。じゃあ、カイドさんの方のチャンネルも見てください。見てよ。ありがとうございます。お願いします。